その発表は突然にやってきました。エクシアゴルさんと 12.4 エディオアリアのオープニングを飾りたい。関西出身の伝説のコメディアン一善屋氷太。しかし2003年から芸能活動を休止、忽然と表舞台から消えました。そこで、探しますよ。こういうね、ということで氷太さんをなぜか新宿で探すことに。いや、こういうところにこう大体ね、こうふっと現れたりとかするわけですよ。手がかりは自転車。いや自転車、あ、いや、こたつだ。こたつ、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 こたつを探しましょう。あれ、そういえばね、こたつでみかんを食べてた印象がありました。適当な高木大市長の情報に全員振り回されながら、スタッフは頭前に行くと、いやー、こたつの人絶対いるはずなんだけどな。あ、ちょっと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 、すいません、越谷翔太さんですか？おお、これ DDT プロレスの高木さん職です。見たことあるわ。あの、男色 D の君。あ、いや違います、あの高木さん職です。高木君、先生どうしたの？いや、あのですね、じゃちょっと翔太さんに折り入ってお願いしたことございまして。何？あの12月4日にですね、DDT の大阪ビッグマッチがあるんですけども。ちょっと、それ親子じゃないですか、立ち話がまずいから。ちょっと、入って、入って。あ、じゃあ、すみません、失礼します。もう一回言って、翔太さん、あのですね、あの12月4日、大阪でビッグマッチがあるんですけども、そこで私と一緒にオープニングを。オープニング？なし崩しで交渉成立。オープニングアクトはこの後すぐ。翔太さん、はい、いよいよ来ましたね、この日が。え、何の日が？いやいや、だから今日12月4日大阪最大のビッグマッチ。え、大阪オクトパスですよ。今日？はい、今日ですよ。僕と一緒にオープニングアクトをやろうって言ったじゃないですか。お、今日なの？今日ですよ。あ、それは聞いてないわ。え、なんでですか？いや、だってそんな、今日なの？今日ですよ。じゃこんなこたつに入ってゆっくりしてる場合じゃないじゃない。いやいや、だって翔太さんが言ったんじゃないですか。え、嘘？やりましょうよ。それだ、早く言ってくれないと。いやいやいや、それだ、ちょっと、ちょっと、ちょっと、言ったじゃないですか、翔太さん。え、何が？翔太さん、ちょっと、翔太さん、ちょっと、そんなこたつに入ってる場合じゃない。やりましょうよ。何をやるの？オープニングアクトやろうって。オープニングアクト、何の？オープニングアクトですよ。だから何の？オープニング大阪オクトパススタート。翔太さん、え、何やってんですか？何月だと思ってんのこれ？何月よ。いや、だからちょっと翔太さん、こたつに入ってる場合じゃないでしょ。翔太さん、こたつに入ってる場合じゃないでしょ。こたつはあったかいもんなんでしょうが。誰が海の中でこたつに入るよ。いやー、翔太さん、オープニングマッチ吉村直美デビュー戦、石井圭介、アクト、上野勇樹 VS 工藤、高尾相馬、吉村直美。第2試合、なにわ女武勇伝、アジャコング、イリコ VS 赤井咲、レディー・ビアード。第3試合、アイアンマンヘビーメタル級選手権、時間差入場バトルロイヤル。第4試合、小学3年生ユニデビュー戦、入江茂弘、安浦野、ユニ VS 大石誠、勝又俊馬、魔王。あいつはただの
世界の表しの息子だから。第5試合スペシャルタッグマッチ、船木正勝、坂口幸男 VS 高山義弘、樋口一貞。試合 DDT 旗揚げプレ20周年記念 TLC たこ焼きラダーシェアスペシャル6人タッグマッチ、高木三四郎、井伏浩太、井橋浩太 VS ディック東郷、アントーニオ本田、佐々木隆。現在何しに来たの？そのベルトに呼ばれてきたんだよ。第7試合 DDT エクストリーム級選手権試合、堂山ハードコアマッチ、王者男色 D の VS 挑戦者笠井純。セミファイナル KOD タッグ選手権試合、王者組佐々木大輔、遠藤哲也 VS 挑戦者組竹下幸之助、マイク・ベイリー。第1位、原島。ゆっくり拾ってお前を倒します。でも、大阪は俺は倒す。メインイベント KOD 無差別級選手権試合、王者石川修司 VS 挑戦者DDT ドラマティック総選挙2016第1位、原島。2016年12月4日大阪エディオンアリーナ大阪第一競技場、大阪オクトパス2016、なにわ節だよプロレスは。